い、どうも、トシです。イエーイ、イエーイ。今日はですね、1.7 ミリ眉毛、バリカンを使って、1.7 ミリの眉毛に整えていきたいと思います。1.7 ミリバリカンで、刈る前と刈った後の違いをよく見て、感じてみてください。刈る方法は簡単で、1.7 ミリバリカンで上下左右からガンガン刈っていくだけで OK です。 1.7 ミリ眉毛の仕上がりをよく見て感じていただき、 1.7 ミリのバリカンを使ってガン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 眉毛をデザインしてみてください。それでは1.7 ミリバリカンを使ってガンガン刈っていきたいと思います。はい、まず刈る前の状態です。はい、よく見て、はい、感じてみてください。はい、この状態から 1.7 ミリのバリカンを使って刈っていきます。まずは上下です。はい、このように上下、はい、微妙に刈れてますね。はい、まずは 1.7 ミリのバリカンを使って上下です。次に左右です。はい、このように左右からガンガン刈っていきます。はい、左右です。はい、微妙に刈れてます。はい、こんな感じにぐーっと、はい、で確認としてまた上下です。はい、上下、はい、左右、はい、ガン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 刈ってって OK です。はい、刈り終わりました。はい、 1.7 ミリ眉毛です。はい、近くで見ていただくといかがでしょうか。刈る前と比べるとちょっと整ったかなと。はい、だいたい 1.7 ミリで刈るとこんな感じになりますんで、はい、よく見て感じていただくと、はい、あ、 1.7 ミリ眉毛こんな感じか。はい、まあ薄すぎず濃すぎず、はい、このぐらいが調子いい方なんかは、はい、よく見て感じていただくと、はい、こんな感じに、はい、遠くから見ていただくとこんな感じ、はい、いかがでしょうか。 1.7 ミリ眉毛仕上がりです。はい、よく見て感じていただき、はい、1.7 ミリこのぐらいがいい方なんかはよく見ていただくといいと思います。はい、他の長さも、まあ、過去動画や、まあ、今後の動画でも上げていきますんで、いろんな眉毛の長さが分かると思いますんで、ぜひ参考にしてみていただくと、はい、非常に自分の気に入った眉毛、はい、形が作れると思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ。ご視聴いただきありがとうございます。やいのやい。